はい、皆さん、bonjour, できるフランス語のケビンです。本日の動画で、すればするほどという文法をフランス語で紹介したいと思います。つまり、ある二つの動作やものの相関性を表す言い方です。この動画でよく使われている二つの言い方を紹介いたします。皆さん、ご覧ください。Allons-y!最初に紹介する言い方は、plus、plus。そうです。plus を2回使えば、すればするほどという意味を表せます。相関性を表したい2つの動作やものにそれぞれ、前に plus を置くだけでいいです。この言い方は、形容詞でも動詞でも使えます。形容詞の場合は、être 動詞を使うのを忘れないでくださいね。plus est petit, plus est mignon。plus est petit, plus est mignon。小さければ小さいほど、可愛い。動詞の場合、plus il grandit, plus il devient beau。Plus il grandit, plus il devient beau. 彼は成長すればするほどイケメンになる。彼は大きくなればなるほどイケメンになる。Il faut la sortir d'ici, il faut la sauver! Je ne peux pas faire ça. Vois-tu, plus la pauvre Ginny s'affaiblit, plus je deviens fort. Ginny が弱くなればなるほど俺が強くなる。それで注意点が2つあります。まずは、2つの動作が反対するとき、つまり1つ目が上がれば上がるほど2つ目が下がる。というときは、二つ目の plus を moins にします。ちなみに plus と moins を紹介した動画がありますので、ぜひご覧ください。例えば、plus il fait froid, moins je veux sortir. plus il fait froid, moins je veux sortir. 寒ければ寒いほど外に出たくなくなる。これに気をつけてくださいね。で、二つ目の注意点は、もしこんな文章を作るとき、bon か bien、いいっていう意味の言葉を使いましたら、plus ではなくて、meilleur か mieux を使うのを忘れないでくださいね。ここも meilleur と mieux を説明した動画がありますので、ぜひご覧ください。では例文。Le fromage, plus ça pue, meilleur c'est. Le fromage, plus ça pue, meilleur c'est. チーズは臭ければ臭いほど美味しい。ここは、plus ça pue, plus c'est bon という言い方もそんなに不自然ではないですけど、meilleur を使った方がより正しいです。Plus j'écoute du français, mieux je comprends. Plus j'écoute du français, mieux je comprends. フランス語を聞けば聞くほど、もっと理解できるようになる。ここは、plus j'écoute, plus je comprends bien という言い方が不自然です。mieux を使わなければなりません。それで紹介したい二つ目の表現は、à force de。à force de。à force de の後ろに来る動詞は原形にします。直訳すると、何々する力でという意味ですけど、すればするほどという意味です。それで、plus を使うのと何が違うかというと、理由が二つあります。一つ目は、à force de は動詞と一緒にしか使えません。二つ目は、à force de を使うと、何々すればするほど何々してしまうというニュアンスが含まれています。したがって、à force de を使うと、してしまうっていう意味の finir par プラス原形の動詞はよく一緒に使われています。par exemple, à force de faire de son mieux, on finit par réussir. à force de faire de son mieux, on finit par réussir. 頑張れば頑張るほど成功してしまう。でも finir par は必須ではないです。à force d'écrire, j'ai mal à la main.À force d'écrire, j'ai mal à la main. 書けば書くほど手が痛くなる。いっぱい書いてたら手が痛くなった。日本人の皆さんは大変でしたね。子供の頃漢字を何千回も書かされた時、ご苦労様でした。À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. これはですね、フランス語のことわざですけど、直訳すると、火と遊べば遊ぶほど火傷してしまう。でも意味は、危ないことすればするほど痛い目に遭う、ひどい目に遭う。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。いつものように復習用の文法を動画の下に残しておきますので、フランス語にしてみてくださいね。説明してほしい文法や表現がありましたら、コメントセクションでお知らせくださいね。登録ボタンを押していただいたり、シェアしていただいたりしたら、すごい助かりますのでよろしくお願いします。À la prochaine!